スノーマン・メグロレン、木村拓哉バースデーを一番に祝福連絡先交換のきっかけ明かす。スノーマンの目黒ハスと佐久間大介が、21日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組、スノーマンの元のまんまに出演。目黒が木村拓哉とのエピソードを明かした。スノーマン・メグロレン、木村拓哉に誕生日をめでとうメールを送るこの日の放送ではリスナーから、木村拓哉がラジオで11月13日の誕生日をめでとうメールが一番早かったのは目黒で、2番目がラウールだったと言っていた、という内容のメールが届いた。木村は、二人は打ち合わせしてないと思うんだけど、と言っていたようで、目黒は、木村さんの推理通り、ラウールとは、一緒にいない、と告白。目黒は木村の誕生日を把握していたため、日付が変わる前に伝えたい文章を書いてスタンバイしていたそうで、もうそろそろなるな。あ、なった、ポチ、ってやっただけ？一人で、と明かした。佐久間は、木村さんの連絡先知ってるっていう時点でやばいね、と反応。目黒は、確かにね、と笑い、作品でがっつりお世話になった大先輩だから。ずっと感謝の気持ちもあるし、純粋におめでとうございますって、と語った。祝福のメールが一番最初だったことについて佐久間は、一人目ってめっちゃいいね、いっぱいいるじゃない、知り合いの方って。その中で一番、とコメント。目黒も、すごいよね、とうなずいた。